はい、こんにちは、カービィです。8月の15日ですね。今日台風来てますね。室内作業です。これね、出荷の時に跳ねた B 品トマトです。 B 品というか、まあ結構傷がついてそのまま保管していたんでね、傷んできてるんですけど、こっちはね、今もう処理を終えた303のです。何したかっていうと、あの種取りをしてます。種取りね、瓶発酵って言って、こういうふうにあの中の種をかき出して、こういうふうに瓶に入れて、で、3日4日置いとくんですよ。そうすると発酵して、種の周りのゼリー部分がね、溶けてなくなるので、それを、ザルに開けてね、水洗いするときれいに取れるので、その作業を今からやります。これね、結構初期の頃にね、動画であげたんですけど、一応もう一回やっておこうかな。はい、用意するものは、まず、よく切れる包丁、まあ、包丁、ナイフです。で、瓶。空き瓶、ジャムとかね。まあ、ある、密閉できた方がいいかな。一応、蓋がしっかり閉まった方が、腐敗しにくいです。うん、多少カビとか入るけどね。あと、スプーン。別に金属のスプーンでもいいです。デザートスプーンぐらい小さいやつ。ティースプーンとかね。そっちの方がいいかなと思います。じゃあ、やっていきますね。これはね、まあ、種取ったやつはもう捨ててもいいんですけど、まあ、食べられるんでね。この後、すりおろしたトマトソースでもしようと思います。はい。んで、やり方としては、こういうトマトですね。これを半分に切ります。別に半分じゃなくてもいいんですけど。で、この種が入ってるこの部分をスプーンでかき出します。グイグイと。で、この中身だけでいいです。取りにくかったらもう一回切っちゃってね。よいしょ。ゼリー部分を出してあげてください。で、かき出して、この種とその周りだけ出しておいた方が、発酵させるときのね、量が少なくて済みます。一番初期の頃は、丸ごと、トマトを丸ごと袋とか煮詰めて密封して、発酵っていうか、もうあれ腐敗でしたね。させてやってたんですけど、あれはね、非常にね、悪臭がする。もう、うんこみたいな匂いがしちゃうんでね。もう、辛かったんですよ。最初の2年間ぐらいそれやったんですけど、で、瓶発酵のやり方をね、教えてもらってから、めっちゃこれいいじゃんってなって、このやり方をしてます。で、これもね、今年と、加熱用トマトね、調理用トマトがたくさんできてるんで、こういう瓶品もいっぱい出るんですよ。出荷した、できないようなやつね。で、それをただ捨てるのもったいないし、種取ってもね、こういうやつがね、食べられる部分が、ね、いっぱい出るんで、まあ、それなら、種取った後に、トマトソースにして、自分で食べようかなと思ってね、やってるわけです。まあ、トマトソースにした時もね、種の部分でゴリゴリしてね、あんまり美味しくないんでね。こんな風にして、どんどんやっていきます。そうそう、一応ね、こんだけたくさん、もっといっぱいあるんですけど、いっぱいある時は、なるべく、こういうちっちゃいようなやつからは種取らないでいいです。ちゃんと立派にできてるやつね、比較で大きめで形が綺麗なやつから取るのが良いですよ。まあ、同じ木からできてるんで、遺伝子は変わらないかもしれないんで、知れないですけれど、種の、成熟度合いが変わってくると、やっぱ成熟してしっかりと太った種の方が発芽率がいいです。で、うまく受粉できてなかったり、種の栄養状態が悪いと、まあ、発芽率も悪くなったりするんでね。なので、育った後の、まあ、形質が一緒だったとしても、発芽率を優先するために、やはり、しっかりと太ったやつ。で、なるべく、完熟した状態で収穫して、さらに追熟させて、まあ、できれば腐る直前ぐらい、腐らせた後でもいいんですけど、腐らせてしまうとね、その後の処理がちょっとめんどくさくなるんでね。形が崩れる一歩手前ぐらい、まだ形がしっかりしてるうちに、今みたいな作業をして、瓶発酵させるのが一番綺麗に種が取り出せると思います。ちなみに、木にならせた状態でずーっと置いといて、で、カリカリに枯れてもできるんですけど、そのまま乾燥してね。ただ、それだと、黒っぽくなって固まっちゃうんですよ、ガチって。そうすると、種をまくときに、ばらすのがめんどくさいですし、その余計なものがいっぱい混じってるし、いい種、悪い種を判別がしにくくなるんですね。このように完熟させたやつを瓶発酵させて、周りのぬめりを取ると、その過程で、中身が詰まってないやつとかは、やっぱ水に浮いたりとか、種が小さいんで、ザルでこすときに、流れていってくれたりします。だし、瓶発酵させて周りのゼリー部分を除去することで、乾かした時に固まりにくくなります。これね、例えばこいつを切って、発酵させにこのやつを今取ってザルに開けて、ザリザリ洗って、ぬめりを取ろうとするとします。でもそうすると、ぬめりが非常に取りにくいです。簡単に取れない。し、
あの、ぬめりが残った状態で乾かすと、そのぬめり同士で、もう、固まります、糊みたいに。ってなると、種同士をこう剥がすのがめんどくさいし、キッチンペーパーの上とかに開けると、キッチンペーパーごと貼り付くんですよ。っていう失敗を踏んできてるんで、やはりこの瓶発酵させる、3日間置く一手間を置くと、全然やりやすさが違います。なので、非常におすすめです。発芽率もね、非常にいいですよ。8月15日ですね、これは微妙かなというふうに、あの、瓶発酵させて、だから、3日経ったところか。3日経つとこうね、あの、もう、いい、夏だったらまあ十分なんで、ね、これで開けていきます。おっと、発酵してます。匂いはね、なんかね、トマトジュースみたいな匂いです。よいしょ。ほい。で、こういう、これ100均で売ってるザラなんですけど、これで十分です。これぐらいちょうどね、あの、トマトのね、種だったらね、落ちずにいくんで、これで洗います。流水で洗ってもいいし、ボウルとかに水を張って溜めてもいいし、こう、ザルにこすりつけるような感じでね、こすると最後に残ってるぬめりというかゼリー部分がしっかり取れるんでね。で、洗って、まあ色がね、出なくなったぐらいまでやったら、はい、これで水切って、で、これで、ザルっていうかキッチンペーパーに開けます。ちょっとこれザルとかの上にこのキッチンペーパー引いて、まあ種の名前ね、やってこいつをペーンと置きます。で、広げておいて、まあ広げなくてもいいですよ。こうやって水気がね、取れればいいです。最初はこの下にタオルなんか引いてもいいんですけどね。で、これでまあ1週間以上かな、陰干しします。直射日光あっちゃうとやっぱ痛むんでね。で、干したやつが、はい、こちら8月4日にやってるから、もう1週間、2週間ぐらい乾かしたかな。うん、2週間もね、まあ室内でやってますけどね、十分乾いてます。パリパリっと。で、これくっついてますけど、これぐらいだったら、手で揉めばね、パリパリに取れます。し、このキッチンペーパーにもそんなにへばりついてないですね。これがね、瓶発酵させて洗うことの良さですね。これね、瓶発酵させずにこう、そのままザルで洗ってもぬめりが取れないんですよ。で、その取れないまま、こう、キッチンペーパーとかに開けちゃうとへばりつくんでね。こうすると非常に楽です。で、これを、瓶とかに移して保管しておきます。これね、ジャムの瓶とかね、海苔の瓶とかね、いいですよ。これに、まあ、ラベル貼って、この中に、まあ、溜めてるわけですよ。適宜作ってはね。はい、こんな感じで溜めていってます。で、できればこれにさらに乾燥剤なんかを入れておいて、冷蔵庫に入れとくとか、すると、最高ですね。まあ、冷蔵庫じゃなくてもね、冷暗所、涼しいところに密封して、中に乾燥剤入れて入れとくと、トマトの寿命はね、結構長いですよ。まあ、2年から3年は全然いける。まあ、5年はちょっときついかなって感じですけど、2、3年は全然いけます。うん。実際、芽出ますしね。うん。3年ぐらいまでかな。しっかりと保存して、いい感じに発芽してくれるの。という感じで、トマトの種取り方法と保管の方法でした。はい、ね、選別が終わりました。ね、ついに、昨日取ってきた3、あれ、これはね、世界一トマトと、こっちはポンテローザかな。ポンテローザと、これは多分世界一トマトですね。この世界一トマトがね、綺麗に丸い。ポンテローザの方が古いんだったかな。こっちだったかな、忘れた。で、これを、おろし金でおろしていきます。で、ザクザクおろすのは、これ粗いやつ、これ鬼おろしですね。三条で買ってきたやつ。初めて使うの、どうだろう。おー。怖え。指削れそうです。怖いな。まあ、こうやってね、なんだろう。すりおろすことで、煮た後に、その薄皮を取らなくていいんですよ。どっちが楽かっていう話になってきますけどね。ちょっとこれ怖えな。これもう一個買ってきました。こっちは100円。これ1200円くらいするんですね。あ、こっちの方がいいわ。怖くない。このステンレスね、指削りそうで怖いです。こうやってすりおろしていきます。で、ここですりおろしたやつをね、煮ればね、その裏ごしとか、その薄皮を取る必要がなくなるので、楽ちんです。し、煮るのも早くできるからね。すりおろして煮るのは結構おすすめなやり方です。で、こっちのね、100円のやつで十分ですね。これ100円だったんですよ。三条地場産センターで。ということで、すりおろしていきます。これもいいんだけどね、ちょっと怖い。大根おろしとかにはいいかな。
一瞬最初からこれ使えばよかったということで、ジューサーでグンギャンやってきます。なんか文明ってすごいなって思いました。一瞬でした。あんなに収集やったら大変だったのに、本当に一瞬、ものの3分かかったぐらい。じゃあこれはね、煮ていきます。結構できたな。まあ、煮詰めると、これ半分から3分1ぐらいまでね、煮詰めたらね、トマトソースとして出来上がりです。はい、およそ1時間ぐらいかな、煮て半分、まあ、半分までいかないかな、半分ぐらいにはなってきました。もうね、いいかなと思います。これで終わりにしようかな。とろみがついてね、あとは料理するときにもう一回ね、加熱して他の具材と混ぜてね、使うと思います。これをね、熱湯をかけて消毒した瓶に移しておきます。はい、完成です。この2本がね、今作ったやつです。で、これちょっとだけね、こんだけ経ちました。前、もうね、2週間以上前に作ったやつですね。冷蔵庫で保管してあります。これ1本が 900ml 入ってますね。これしばらくは使います。おおよそね、このボウル2杯分ぐらいかな、トマトからこれぐらい、まあ 1.8 リットルですね。まあこれやっぱ半分ぐらいになったのかな、雰囲気の容積的には。